メイチャンネル。はい、おぱやんこびうるむにだメイですってことなんです。メイですってことなんですけど、ということがね、ちょっと待って、今日なんかちょっとなんか表参道歩いてるなんか犬みたいな、なんか大丈夫そう、大丈夫そう、これ大丈夫、毒蜘蛛みたいな、なんか女が連れてる犬みたいな、え、表参道の犬、失礼、あんま変わんない、いらないいらないみたいな感じで、まあとりあえずつけといて、今日はねちょっと、あ、韓国行ってきたよ、マジマージー編ってことで、マージーなんてね、後編なんですね、後編。釣りなんだけど、韓国は行ってないんだけど、まあ、韓国で、まあ、説明すると、前の動画にもあったかもなんだけど、マージーの、私ディップ超好きで、ほんと韓国で行った時に、もう3年前ぐらいなんだけど、マージーと出会って、ほんとにもう人生変わったみたいな、ほんとにマージーと出会ったから、ほんとなんか人生変わって、ほんとにまあ、仕事もうまくいくし、なんかプライベートもうまくいくし、みたいな、まあ、置いといて、とりあえずマージーのリップを紹介します。で、この間ね、前編後編でね、合計いくつ買ったんだっけ ?12 本買ったんだけど、分け方間違えて6本ずつやればよかったんだけど、今回ねだから7本紹介する、ごめんなさい、この間5本紹介したから、なんかドンキで売ってて、えっと思って、本当になんかね、韓国のロッテのとこで買ったんだけど、オリーブヤングであって買って、それでもうずっともう使い切っちゃって、あまりにも良すぎて、最近新宿のドンキにあったので買い回したってことなんですけど、今回さ、本日こちらじゃん、こちらの色を塗ってきます。7色合計7色塗っていきたいと思ってます。めちゃめちゃ気になる色というか、めちゃめちゃ鮮やかな色が今回多いので、こちらを紹介していきます。スタート、いきます。ね、まず色がじゃん、あ、じゃあ箱開けるよって感じ、寝ぼけてて、最近ねちょっとね寝ぼけっけで、本当にね、やっぱ私いろんな人の YouTuber さん見るんですけどね、やっぱね女の子の YouTuber さんが結構なんか私は参考にするんですけど、ヘラヘラさんジューシーさんいいよね、なんか女子会みたいな、なんかみんなでもう女子キャキャみたいな感じで、なんかもう女子って感じの素の女子みたいな感じで、めっちゃ好きなのよ。ヘラヘラさんみたいになりたいね、一人なんだけど、ああなりたいと思ってる。私もちょっとね女子の勉強ね、さっき怠ってたから再度していこうかなと思ってます。これじゃね、じゃん、色が1本目、じゃん、あ、髪オレンジ系、マージーのザファースト V ティントの V6 番です。これオレンジっぽい色かな、手首の縫い物ちょっとなんかオレンジみたいな、怖いねこれ、手首にこれ最初怖いね、これ一発目怖いんだよね。オフした唇になってます、オフした唇、唇が乾燥してる、乾燥する。リップ塗らないで寝ちゃって、いつもね、リップ塗って寝るんです。冬はマジ乾燥しまち。あ、かわいい。かわいい。びっくりした、今。え、待って、この色。やばくない髪。かわいい。オレンジとさ、赤混ざってたらさ、めちゃめちゃ映える説ない。めちゃめちゃ馴染むよね。かわいい。色こんな感じ。そこティントなので、本当にね、めちゃめちゃいいんですよ。マスクにはつきにくいことが実証済み。え、ここの唇普通に乾くな、もう一本塗っただけで。しかもマジでこれ取れないから、ほんとショップ店員の頃出会って、マジでこれもう一日取れない。もうマジ超強い。ランチって、まぁ、ちょっと色残ってるか。まぁ、残ってるんだけど、再度なんかもっと濃くしたいから重ねるんだけど、めちゃめちゃ取れにくいのよ。マジでこれ。超おすすめ、おすすめ、そこ1000円ぐらいなんだよ、安くない、マジおすすめ。韓国のティントってやっぱ最強だよね、こんな色、なんかオレンジヘアとブラウンメイクとめっちゃ合うから、なんかレッドベルベットのなんかメイクって感じ、最強画面作りたい。なんか私ね気づいたの、女の子ってさ、もう角度とか加工とかもあるんだけど、もう角度とかもあるから、これね角度でね、うまいことこんな感じ、なんかこうこうだって誰って書いてあるけど、こういう感じ、目離れてるから、これだとさ離れてるわけだから、こう角度こうやって近づけるわけ、こうやって。今日カラコンつけてないんだけど、最近カラコンつけないのもありかなと思って、これ今色素薄い感じのカラコン入ってるね、なんか色素薄い系の韓国カラコン、韓国系の、ああいうの可愛いよね。でもなんかあえてあがんでもいいんじゃないと思い出してきて、私マジでバリバリカラコン派だったんですよ。高校生の時が毎日カラコン、ほぼカラコン、もう寝る前暇も惜しいんで、もう絶対真似しちゃダメだけど、もう寝てる時もカラコンみたいな、何だったのね。なんか昔のカラコンってさ、3回ワンであんまなくて3ヶ月に1回用みたいなのが多かったから、それで視力悪くなっちゃったんだけど、マジでねカラコンはちゃんと取りましょうということだけ私はお伝えさせてもろてって感じですね。でいきなり色可愛かったね、これ V6 番めちゃめちゃ取れにくいので本当におすすめです。いきなりドンピシャの色が見つかりました。これちょっとねヘビロテするわ。あとマージーの何かリップが見てもらったら分かるんだけど、オフするじゃん、オフしても結構ね残ってます。なんか色が沈着する、沈着ってことなんですけど、なんか色が沈着するので超可愛いです。次がじゃん、マージーのですね、ちょっとパープルっぽい感じなんですよ。うわ結構ねパープルなんで、分かるかな、めっちゃパープルな。こちらがですね、マージーザファースト V ティント V12 番ですね、ニューヨークサングリア、サングリアだからやっぱワイン系なのかな、パープルっぽい、あほらフルーツカクテルってか、フルーツライン、こんな感じのちょっとやっぱパープルですね、サングリアってついてるんで、ちょっと若干ねパープルなんだけど、ティントだから馴染むよね、どんどんフィットしてくるんで、風に当たって、遠くで見たらなんか重たい赤みたいな感じ
じ。パープル寄りだけど、普通になんか案外馴染むの。ほんと白肌にパープルって超無限だと思うの。めちゃめちゃ可愛いよね、白肌の子がパープルのリップめっちゃ入ると思うので、冬におすすめかもです。めちゃめちゃ可愛い。マットになるんで、質感はベルベットなんですけど、これベルベットのね、マージンのベルベットのシリーズで、めちゃめちゃマットな仕上がりになります。これが1000円、安い、高いって言いそうになっちゃったけど、安すぎるっしょ。質はめっちゃいいし、取れにくいから、本当にマスクにつきにくいというか、本当にめちゃめちゃ長持ちします。今の時期ありがたいよね。皆さんリップどうですか、塗ってるのかな。なんかマスクで隠れてるじゃん、結構マスク出てるところはメイクするけど、なんか仕事がてら、なんか別にリップはマスク取らないから見えない人もいる、多いわけじゃないですか、いるわけじゃないですか、一定出す。今どうなんだろう、みんなあれなんかな、リップは塗ってんのかね。でか、こんだけフルで目とかアイメイクとかチークとかして、でマスクちょっと出るじゃん、で口だけしてないのってめちゃめちゃなんか物足りないから、なんかどうしても私塗っちゃうのよ。見せなくても塗っちゃう派、本当にね。なんか塗らないと入んない気が、もうフルで私みたいな感じだから、やっぱなんかだからそういう時もこういうリップだと結構持ちがいいので、マージーはマジおすすめです。マージーなんかティントいいよね、韓国のティントマジで取れないというか強いから、ものによるはよるけど。次いきます。じゃん、こちら、あ、めちゃ一気に鮮やかな、何これ、オレンジだ、かなり鮮やかなオレンジ。うわ、もう韓国って感じ、もうザ韓国コスメのこれでしょみたいな感じの、今でしょみたいな感じの、本当になんか林先生みたいな感じのオレンジですね。こちら名前がね、マージーザファースト V ティントの V4 番ですね。こういうオレンジさ、作るのうまいんだよね、韓国。塗りますね、がっつりだよ、がっつり。ちょっとなんかミルキーなオレンジかも、若干ミルキー。塗るとどうなんだろう、唇に。塗ります。沈着してるんですけど、ごめんなさい、唇がこれ残るんですよ、これね。あ、可愛いじゃん。なんか唇になるとちょっとピンクっぽくなるかも。混ざってんのかな、私の唇と。ごめんなさい、自然のピンクというか、なんかオレンジだけど唇の色と混ざるとなんかピンクっぽくなるような気もする。こんな感じ、ほら超自然じゃない。え、これ可愛い、可愛いね、これ。こんな感じの V6 番、めちゃめちゃ冬だよね、なんか冬の女子って感じ。マットだから冬にいいよね。しか取れないから、私結構ねマット好き派なの、年中マット好き派だから、もうあんまなんか自然な唇の色でクロス塗るみたいなのが苦手なの。なんか昔流行ったじゃん、なんか2000年とか多分のスタイルだと思うんだけど、私ねやっぱガッツリ色ついててほしい派だから、ティントはマジ欠かせない。可愛いね、この色、可愛くないですか、この色。めっちゃいい、ピンクでもないオレンジでもないみたいな。じゃあ誰って感じなんだけど、パードンって感じなんだけど、女子が好きな色な気がします。漏れます、漏れます、ね、可愛いこの色。いやージマジ可愛いね。最近私マジでね面接受かんなくて、へこみ沢って感じ。まあ、受かったとこあったんだけど、なんか一つ受かったとこあったけど、中目の見てるかもしれない、言わない。タイミング大事だね、タイミング超大事だから。でもね、YouTube もね、今広告収入もついてるんでね、皆さんよかったらちょっと広めてくださいって感じで。じゃあ、こちらが、あ、かわいい、これ見て。こちら、マージーザファースト、ウィティントの V10 番、色味なんですか、ローズって色から、カラーついてるんで、タイトルついてるんで、重ためなじゃんってことで、塗ります。あ、自然。マージのコシーズってか、全部可愛い気がしてきた。もはや。あ、どうぞっておかしいんだけど。どうぞ。超自然だよね、この色。なんか、こんな色ってさ、普通になんかツヤとかあったらさ、不自然じゃない、目立つじゃん。バーンみたいな、ピアンみたいな、ピアンみたいな感じで。全然馴染むね、マットだから。このティントすげえな、ティント。自然になんか、傷がーみたいな。見つけちゃった、傷がーみたいな。ごめんなさい。傷がーみたいな。モザイクで、みたいな感じなんですけど。こんな感じの、オレンジっぽい。これローズね、塗ると色ちょっと変わるかも。これ取れにくいから、本当に取れにくいんで、マジで。これぐらいついてるので、色が。すごくないですか、ほら、こんな色が。あと、オフした方が私好きかも。なんか、ぼやけるから、なんかフィルターかけたみたいな、なんか、加工したみたいになります。皆さんこれです、マージの買いましょう。フィルターみたいな、ビューティーアプリのフィルターみたいな、なんかフィルターみたいな。いやー、昨今人としてやっぱさ、人とちゃんと関わってないとさ、なんかだんだんなんかこうダメだよ。やっぱ人と喋んなきゃダメだよ。いろんな人と喋らなきゃダメ、マジで。喋んないと語彙力もそうだけど感覚が麻痺する。引きこもりの頃思い出す。もう引きこもりの頃あったんで、ずーっと学生時代の、ほんと中学生か引きこもりの時代だったから、マジで喋ろう、みんな絶対大事。企画でなんかやりたいな、斉藤さんとかで喋りたいな。インスタライブで募集した時に教えてくれたから、斉藤さんの電話とか。斉藤さんの電話どうなんだろう、私がしたら。声汚いんだよね。声汚いってコメントでもそうだけど言われたの、直接。先にじゃんこ色ね、説明します。これね、色かわいい、この色かわいいよ。じゃん、マージーザファースト V ティントの V9 番、重ためな、ちょっと今流行りっぽいオレンジですかね。これ唇塗ったら絶対可愛いやつじゃん、女子好きなやつ。直接やりたの、高校生の時に卒業旅行で。めっちゃ舞い上がるじゃん、卒業旅行。だって今まで学校お疲れ様、3年間お疲れ様って言って、高校みんな頑張ったねって言って、卒業旅行で東京行ったの。大阪だから、私大阪なんですけど、もう今でも覚えてるわ。痛いげな18歳17歳の時に、その夜行バスでみんなで行ったのよ。学生だし、まあコスパ全然いいから、めちゃめちゃ安いの、夜行バス。東京初めてだったから、お寺があるね、駐車場みたいなに泊まって、でなんか私も浮かれてるし、なんかみんなと友達でわーってもうピンターで買い物でもしようと思ったら、なんか知らないなんか学生みたいなのに、なんかうわあの子みたいな感じで指さされて、男たちなんだけど、あの子顔かわいいけどなんか声残念みたいなこと言われて、ジュジュジュってなって、私何もしてねえし何も言ってねえし、なんだよと思って。それがあってから、もう本当に私はもう、あ、声かちょっとあまりよろしくはないんだろうなってハッとして気づかされて。私の夢はね、もう声高い声になりたい。 TikTok とかでさ、目とかだけ映して、なんか本当に可愛いな、
みたいな声あるじゃん、歌い手さんみたいな、あの声可愛いよね。そう、あの声になりたいから、あの声だったらもう 何十万でも払うよ。100万でも頑張って出しちゃうかも。あの声になれるんだったらね、一生憧れる。私も、私だってあんな声だったらさ、お風呂とかでさ、なんかなんかやりたいもん。あの声で斉藤さんやりたいけど、この声でやるわけじゃん、斉藤さんやるとしたら。大丈夫？大丈夫そう？色可愛い見て。話戻すんだけど、可愛くないよ。クレーターごめんなさい。クレーターは映さないで。忘れて記憶。えい。あ、だから私もこういう色好きなんだよね。インスタグラマー、グラマー系女子とか、おしゃれ女子とか、アパレルの子とかは結構こういう派手な色塗ってるんやけど、なんかあんまりこっちの色味が多いよね。こういう色味。可愛いと思います。どうなんでしょうか。可愛いと思ったら、グッドボタン。よかったら、ね、可愛くないと思ったら、グッドボタン。どっちもグッドボタン押してください。ね、次が、おいしました。やっぱ色残るね、これ、マジ。私はこれが好きなんだって。これでもさ、ディップ塗った色じゃん、もうすごくね。モフしたんだけど、はあ、めっちゃ可愛い色きた。バカ可愛い東京バカ可愛いコレクションなんだけど、これね、見えますか、ベージュ。こちらですね、こちらマージーザファーストの V ティントの V7 番です。まずね、塗ってみなきゃ分かんないよね。結構こんな今回派手な色なんだけど、ほら結構ナーズ系の色というかマック系のベージュきました。こういう色似合う子になりたいよね。こういう色のディップ塗ってこうってめっちゃセクシーな子みたいな、セクシーになりた、セクシーになっていい男捕まえてゼクシーになりたね。結婚したい、マジで。マジコロナのせいで今期伸びたんだけど、手術しようと思ったの。でも、タイで手術したくてできないよね。タイがやっぱさ、レベル高いから、いろんな技法もあるんですよ。性転換、男の子から女の子になる、下半身の手術なんですけど、いろんな技法があって、レベルも高いしね。やっぱタイが安全というか、まあ、で数が違うよね、全然。だって、一回だよ、人生一回の手術なんだけどさ、値段もね、いいよ。スパインだよ、実は。コップか？じゃん！あ、今こう、沈着してるから、基礎沈着してるから、たまにだけど、混ざっちゃってるかもだけど、かわいい、見て。口でかく、なんか口でかくないなんか私。セクシー系じゃないなんかベージュって。ピンクのリップとかってこんな感じじゃん。こういう感じの人。なんかベージュのリップってさ、なんか、こういう顔の人多くないなんか。わ、もう、変度系なんだけど、マジで。偏見なんだけど。ベージュ塗った瞬間からこういう顔になっちゃうよねっていう。でも可愛い色。ごめんなさいだけど、もしかしたら色重ねてるから落としてるけど、色素沈着しちゃってこんな色なのかもしんないけど、まあベージュ可愛いと思うよ。ちょっとオレンジっぽく見えるのかな。ブラウン寄りの。多分だけど、色素沈着してるわ。こんな色、本当は。こんな色。マジで可愛い色。しかも2000円っていうコスパの良さだよね。だってデパコスとかだったらさ、普通にさ、ブランドだったらディップ1本4000円とかするじゃん。マージーとか1000円ぐらいだから、4本買えるわけよ。シンプルなパッケが好きなんだよね。私なんかあんま美女がなんか、ゴテゴテ好きじゃなくて。こちらじゃん、最後です、今日。さ、ダンダンダンダダン。マージーザファーストの V ティントの V3 番。オレンジです。これ塗ります。今日1かも。今日1のオレンジ。うわ。ザック、鮮やかなオレンジ。これがどう出るかですよね。こういう色って結構日本人のなんかあんまつけないイメージなんですけど、マージーの一応ね、この VT の全色買ったんですよね。プール入って、大丈夫？先生に行ってきな、保健室行ってきなみたいなやつの色になっちゃったんだけど、オレンジ塗ってきます。でもオレンジなんかいいよ。あ、でも可愛いじゃん。何このオレンジ可愛い。なんか私的には悩みだけど、髪の毛をオレンジにしたわけですよ、なんか今回。で、色落ちてくるんですよ。カラーシャンプー使ってくるんだけど、ちょっと茶髪っぽく落ちてくるわけよ。でも、オレンジリップなんか鮮やかな色塗ると、ちょっとなんかオレンジに寄せてくれるというか、なんかオレンジヘアなのかなっていう、なんか持ってってくれるね、顔がオレンジですみたいな感じに。あ、そういう利点もあるんだ。納得ってことなんですけど、めちゃ可愛いこの色。なんか塗った時はさ、めちゃめちゃなんか独特すぎて大丈夫と思ったけど、可愛い。こんなじゃん、最後の色はこんな案外結構使いやすい気がしました。しかもなんかオレンジな子って健康的に見えるからさ、なんか元気な子に見せれるからさ、顔色悪い子とかもオレンジとかどうなんでしょう。あ、しば今ね、オレンジ着すぎてるのもある、自分の中でオレンジ。そろそろオレンジ系終わってパープル系に移行してほしい気もするんだけど、なんか昔ってこういう色夏っていい感じだったじゃん。今逆にこういう色ってさ、なんか寒い時期に塗ると可愛いよね。肌白くて、冬はね白くなるんですよ肌。今回マージーちゃんをね使ってみて本当思ったのは、コスパもいいし、もうコスパ以上の仕事をして帰る、もう超いいクリエイターみたいな、本当にめちゃめちゃいい仕事をして食うので、この人たちは。なのでぜひとも皆さん、マージーを見つけた時はすぐ買ってまとめ買いするのがおすすめですってことなんです。ぜひとも参考にしてくれたら嬉しいです。本当に韓国で買った、まあ、一品なので、ぜひとも皆さんもマージーを使って韓国オルチャーになってみてはいかがかなと思います。はい、ということで、今日も見てくださってありがとうございます。よかったらインスタグラム、ツイッター、TikTok もお願いします。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよかったらお願いします。いただきます、失礼しますって感じですね。せーの、今日もみんな参考になったかにょはにゃ。ということで、今日もありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ツイッター、インスタグラム、TikTok もフォローよろしくね。じゃじゃじゃ。